ゴルフライターの鶴原博隆です。今回はヤフーショッピング企画で、僕の注文履歴を、皆さんに、お見せしたいと思います。よろしくお願いします。恥ずかしいんですけど見たいという方がいらっしゃるらしいので、前回ですね12月に一度注文履歴お見せしたんですけれども、5ヶ月ほど経ちまして、その間に僕が何を買ったかいつ買ったかというのを皆さんにお見せしようと思います。よろしくお願いします。恥ずかしいです、はい、じゃあヤフーのトップページから注文履歴をクリックして、出てきました。はい、前回ご紹介したのが12月だったんですけど、そう、このゴルフプライドのジャンボサイズのグリップを紹介した後からですね、12月その後何買ったかというと、中古クラブ買いました。テーラーメイドの M2 ドライバー、今更かという僕 10.5 度のモデルをずっと使ってたんですけど、ちょっとスイングを変えたのもあって球が高く上がるようになってきちゃったんで、9.5 度欲しいなと思って、9.5 度を、追加購入したというところです。このテラメドの M2 ドライバーはですね、まだテラメドの公式のオンラインショップでも、新品で購入できるんですけども、ロフトが 10.5 度しか今用意されてないので、自分が欲しい 9.5 度は、中古ショップで買ったと。でヤフーショッピングの中にも中古を扱っているショップがたくさんあるので、その中から状態の良さそうなものを選んで、なおかつ値段がこなれているのが、見つかったので購入したと。でこの時のショップはですね、GDO ゴルフショップのヤフー店で買ってます。はい、そして12月にですね、ずっと気になってたものを買いました。それがタイトリストの TS-i3 ドライバー。これは本当にいいモデルだと僕は思います。初速も出しやすいですし、ヘッド形状がとても良くて構えやすいのと、あと打感も最高にいいですね。なのでこれを買いましたね。ちょっと見てみましょう。これもね、日曜日に買ってるはずです。ポイントがたくさんつくんで日曜日を狙ってカートに入れてます。ヤフーショッピングはですね、日曜に買うのが一番お得です。で僕は、ソフトバンクの携帯を使ってたりとか、あとヤフーカードを持ってたりとかっていうので、どんどんポイント加算されるん でそれで一番ポイントがつくのが、日曜日ということになってます。なのでこういうゴルフクラブの買い物は今ほとんど日曜日にこうカートに入れてポチッとするというようなことをやってます。 TSi2 と i3、今だと TSi1 と4も限定発売で出ましたけども、大抵の人は TSi2 か3で、どっちか合うモデルが見つかると思います。で軽量のクラブが良くてスライス傾向の人は TSi1 という一択なんですけども、TSi2 と3で何が違うかというと、 TSi2 の方がより、直進性が高い、ヘッドがぶれづらいというのが特徴です。で TSi3 はどちらかというと、操作しながら飛ばしたい、強い球で前に行く球で飛ばしたいという人向けのモデルです。なんで、打感もちょっと違いますかね。 TSi3 が一番こうフェースにくっつくような柔らかい打感で、そんなにこう金属的な高音がしないというのも特徴になってます。もうこのフィーリング重視のところもあって僕は TSi3 を購入しました。そして次に買ったのが1、2月は買わなかったですね。僕ね、冬の間あんまりゴルフしなくて、クラブの購買意欲もあんまり湧かなかったりするんで、1、2月は買ってないですね、クラブね。で3月に入って、購入したのがキャロウェイのエピックマックス LS ドライバーで、これはですね、エピックマックスの、LS のモデルの方は販売店舗が限定されています。
なので、ヤフーショッピング内で取り扱っているショップがあんまりなくて、で僕は、アメリカ仕様の US モデルをヤフーショッピングで買ったというところです。ただ日本仕様と、僕が買ったアメリカ仕様ってちょっと違いがあって、一番後ろ側についているスライド式のウェイトがですね、 US 仕様は日本仕様より重くなってます。なんでヘッドちょっと軽い方が振りやすいっていう人は、日本仕様を取扱いショップで、実際購入した方がいいと思います。ただ自分でそのウェイト交換するよとか、ちょっとヘッド重い方がいいよっていう人はこういうふうにヤフーショッピングで US モデルを買っても OK だと思います。これが僕の今のエースドライバーになってます。でこれ3月15日は日曜日じゃないんですけども、なんでこの3月15日、月曜日ですね、月曜日に買ったかというと、5のつく日というのが、ポイントがよくつくというのがヤフーショッピング内でありまして、なんで日曜以外だと5のつく日を狙って、カートに入れて購入するというようなことをやってます。ちょっとでもお得に買いたいという、はい、そして次に買ったのが3月の27日ですね。はい、これは、超ペイペイ祭りというのがありまして、ペイペイモールの商品がもういつもよりもより安くなると、いつもの日曜日よりもポイントがついて安くなるみたいなのがあったんで購入したんですけれど、これ3月27日実は土曜日なんですよね。本当は3月28日日曜に買うのが良かったんですけど、商品在庫がなくなりそうな雰囲気だったんで、まあ土曜日に買っちゃうかというので3月27日の土曜日に買いました。それがテーラーベンドのスパイダーの EX パターン、これ最新のスパイダーですね。僕が買ったのはプラチナムとホワイトのカラーコンビのモデルで、フローネックという新しいネックタイプのものを僕は購入しました。はい、今このモデルが、僕のバッグに入って使ってます。はい、まだお試しっていうところあるんですけど、今気に入ってずっと使っているスパイダーのツアーレッドから、まあ、今回の EX に乗り換えるかなというふうには思っています。はい、微妙な違いあるんですけど、はい、そして、一番最近に買ったのが4月の25日に、キャロウェイの X4GDCB、このアイアンセットを購入しました。このモデルもですね、ずっと買おうかどうか迷っていて、タイトリストの T100S を買うかキャロウェイの X4GDCB を買うか迷って T100S を買ったんですけど、結局キャロウェイも買ってしまうといういつもの悪い癖が出てしまいました。キャロウェイの X4GDCB の、一番の良さはですね、まず一つが、まあ、飛びすぎないっていうところですかね。実はヘッド内部にタングステンが入ってたりとか、振動吸収の素材が入ってたりとか、まあ、いろんな工夫はあるんですけれども、ロフト通りにしか飛ばないっていうところと、あと、意外とこのヘッドサイズのものにしては寛容性が高いというところが特徴です。なのでキャロウェイの中だと同じようなロフト設定でApex Pro というモデルもあったりするんですけれども、ちょっとこうフェースも弾かせて飛ばしたいなら Apex Pro と、でそこまで飛距離を求めないんだったら、こちらの X4GDCB という選び方ができるので、まあ、こちらは好みで、皆さん選べばいいと思います。でですね、これ本当は、超ペイペイ祭り3月の28日に買おうかなちょっと思ってたんですけど、まあそんなに他にも欲しいものもあるし予算ないぞってことで一旦は諦めてましたけれど、この4月25日にですね、これ日曜日なんですけど、日曜日となんと25日という5のつく
きのポイント還元が合体しまして、超ペイペイ祭りぐらいポイントがついて買えるっていうことが分かったので、ついつい買ってしまったという次第です。ごめんなさい、はい、なんでこのキャルウェイのエクスポジド CD を4月25日に結構お得に買えました、はい、ポイントかなりついたと記憶してますね。ポイント30、僕の場合ですけど30何パーセントぐらい、33%か 4% ぐらいポイントついてたと思うんで、かなりお得でした。でですね、このめちゃめちゃお得な、日曜日と5のつく日が被る日っていうのがこの先にもありまして、それが7月の25日、あと8月の15日、そして9月の5日と、毎月5と日曜日の被る月があるんで、ちょっとでも特に買いたいという人はそこを狙ってですね、カートに入れて購入するといいと思います。というわけで、恥ずかしながらライターつるはらの購入履歴をご覧いただきました。ヤフーショッピングで、購入するときはもう絶対、まず日曜日で、日曜日じゃなければ、5のつく日で、可能であれば両方合わさった日、さっきもちょっと言ったんですけれども、この先だと7月25日、8月15日、あと9月の5日と、ここを狙ってポンとカートに入れて購入するとかなりポイントがたくさんつくので、お買い得にゴルフクラブを手にできると思います。皆さんもぜひ使ってみてください。